このチャンネルは株式会社函館西部まちづくりデザイン他の協力でお送りします。7月29日金曜日、末広町の函館市地域交流まちづくりセンターで第1回函館西部まち暮らし共創サロンが開催されました。これは西部地区における共創のまち育てをコンセプトに、地域住民をはじめ市民やまちづくりに関わる参加者が西部地区の未来を考え、共有し、語り合い、アイデアを形にする新たな取り組みとして行われたものです。ミッションとしましては3つ掲げてさせていただいています。1つ目はですね、函館西部地区での暮らしや営みを大切に、ここにしかない練習分といたしたまに推進しますということで、これは、赤字で記載させていただいてますけれども、なんかこう長期滞在者の方がいる方がいれば、こんなところかなと思うんですけど、私は一番、思ったのはですね、この生きがいの事業者さんと特にそうなんですけど、函館の西部地区を外の公共観覧の能力とか海外からの能力が非常に高いエリアと私は思っていて、こういうところで事業を何かやりたいんだけど、やっぱりこう規模感のある保険がないっていうのもそうだし、なんかこう、パートナーさんがなかなかこう見つかって壊れてくるのか分からないとか、なんかこう事業を組み立てていくようなところがなかなか、地域どこの地域もそうなんですけど、なかなかそう決めきれない魅力が、詳しい情報を持っていましたらですね、発信させていただければというふうに思っています。で続きましてはですね、函館の西部地区ニュースということで、これまさに奥津県の藤本さんからですね、西部地区に何か発信して私にいろんな人を、紹介したいかという思いを強くいただいてですね、じゃあこういう形でやってみませんかということを一緒にやりましょうということでお話を進めさせていただいたところでございます。で私も仕事からいろんな方とお会いをさせていただいて、いろんな方の思いを伺うんですけど、なんかこの人とこの人を一緒になんかやったりするんじゃなくて、この人のことを皆さん知らないなっていうところもあったりしてですね、そういうところを藤本さんにいろいろご紹介させていただいてですね、インタビュー形式ちょっとこう公式っぽくですね、ニュースっぽくちょっと仕立てさせていただいてですね、皆さんこう見やすいようにさせていただいて、で非常にこう配信大変だと思うんですけども、土曜日8時毎週ですね配信させていただいて、今12回まで行ったんですけども、直近で五道県の若山社長とか、ロマスクセンターの谷口さんとか、あとは各イベントの様子等も配信してますので、皆さんぜひご視聴とチャンネル登録いただければというふうに思います。でその事務所もですね、古い銭湯だった事情ですね、改装して、今事務所にします。でこの町で、自分たちが何ができるかということを、考えて、町の人々と、集い話し合ってですね、後先セブン発展会という集いをスタートさせたんですね。そうしたら、最初は、4、5人の会からですね、
まあ、あの会を重ねるごとに、毎月30名を超えるメンバーで、まあ、いろいろと議論をしたいですね。それで、これからもまたどうしようということで、次の計画に進んでいきます。それが、まあ、共同計画ですね。古い建物を移動で移動して生まれ変わる、これに入居するお店を自らにしますということでですね、まあ、町の可能性を考えたとして、この町にはですね、人を温かく迎え入れる人情があるんだよ。それが他にない個性であって、それを生かす町に寄与したいというのが山梨の課題で、その中で、この町で商売をしたい人を集めるために自ら受け入れる商業施設を作ろうということが本当にバラバラでございます。一番左上がですね、僕らの会社2020年1月に作りまして、ですぐコロナになりました。でさっきも言ってたサウナやろうぜとかですね、あとなんか地域をホテルにしてなんかアルベルトディフューズみたいなことやりたいよねとかですね、いろんなこう夢を描いたんですが、まあ、もろともすべて崩れ去りまして、で大根の矢中ですね、仲間がたくさんいまして、その大根の矢の仲間たちがやっぱりコロナになって一番最初にやっぱり飲食の仲間が多かったんですけど、かなり厳しい売り上げが、あの時は多分そんなに長くかかんないだろうって思ってたんで、まずちょっとでもいいからそのキャッシュが作れる何かスピーディーに動けることやろうということで、クラウドファンディングを立ち上げまして、まあ函館飲食店の未来と相反飲食店の地域ですが前払いしていくとみたいなことを、まあ、やります。新しい関係の作り方っていうところが、何か今までのこう通貨型の環境じゃない新しい感動の作り方をすることで、まあ、この地域の人口減少でこう打撃がある経済とかに何か一助になればいいなというふうに思っている。これは「カモン」ってですね、来るってことじゃなくて「さあ行こう」っていう意味が実はあります。ですので函館未来カモンっていうのは、函館の未来の企画みんなで行こうぜというふうな意味が含まれておりますので、ぜひ皆さんも一緒にですね未来カモンできればと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ご清聴ありがとうございました。そこで生活が完結できるような街になってないのかどうかっていうことなんですね。だからそのままならないとならないのは、やっぱり地元にいる人の思いと支援と、外にいた、あるいは感動できないっていうのは、その声出す以外の人間が来てくれて、アイデアを出してくれて一緒にやったっていうのが成功の、成功したことなんですよっていうのをテレビで言ってましたけど、今日もですね、この会議の立ち位置といいますか、自分自身の立場というのがよく分からず、それで先生、皆様のお話を聞いてて、私も、18日に東京で出て、それで、ずっと今まで住んでいて、それで、友達には長期に稼ぎだという形をしておりました。このチャンネルは
株式会社函館西部まちづくりデザイン他の協力でお送りしました。